はい。というわけで、始まりましたね。大丈夫ですね。はい。始まりました。えー、皆様、どうも、こんゆきです。えー、清く、正しく、美しく、そしてほがらかによくにいまっしぐら、青バラの君こと図書系 VTuber、星野ゆきとです。そして。はい。みんなの耳に癒しをお届け。奈良と歴史を愛する声活つ系 VTuber、ひとつやなぎひなたです。はい。はい、というわけで、始まりました。 えー、おいらん道中色ハは歌、時系列順に全部やる全部やるえー、第40回でございます !40 回イエーイいやー、40回ねー。ね。やってきましたねー。やってきましたね。びっくりですね。えー、まだ半分いってないっていう噂は本当ですよね。<は> <laughs>

落ちてほおずき、はい、毒バナーハンデよとかね、ありますからね。そこら辺も含めると、うん、まあ、ようやくちょうど折り返し時点かなというところですね。はい。ですのでね、まあまあ、本当にここまで長くやってきたなということで、まあでも本編はね、ちょっとね、ゴールが見えてきたかなっていうところでね、はい。はい、ございますのでね、でねはい。本日も頑張ってやっていこうと思いますよ。はい。ということで、はい。えー、本日はですね、えー、伝の つらなる枝に降る涙というお話をね、はい、やってまいります。はい。ということでですね、じゃあ早速、ええ、演者様の方ご紹介してまいりましょうか。はい。はい。それでは、役表の上から順番,順番にね、はい、えー、お呼びしていきたいと思います。ということで、では、えー、まず本日、桜役、私、星野やらさせていただきます。えー、久しぶりの、あれですけれども。 さくらちゃんですけれどもねはい、はい、頑張ってやっていこうと思います、はい、はい、頑張りますはい、ありがとうございます <laughs> ええー、そして本日、ボタン役演じていただきます高校コペンギンさんはいコウコウテペンギンですボタンオイラ、ボタンオイラですうわーが、頑張りますよろしくお願いいたします <laughs> はい、よろしくお願いいたします楽しみパチ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 キャーキャーということでね、はい ではでは、本日もよろしくお願いしますということで。では続きまして、ええー、女役の立花里奈さん。はい、あなたの心に、フォーシーニタッチタッチタッチしちゃうぞってことで、立花里奈です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。わりなち女将でございます。ね、久々の女将。はいね、<laughs> <laughs> うん。ちょうど以来。そうだね、ちょうど以来だね。ねうん。 ねいやいや,いや楽しみでございますよはい頑張れそしてはい本日のゲまゲストキャラクターになるのかなはいえっ、ー、と私のお兄ちゃんを演じていただきます一成役のひなたちゃんはい一成を演じます一つやなぎひなたですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますということで本日は図画会ということでですねねえー、本日四名ではい<っ>上演してまいります。 よろしくお願いします。はい、はい、あちなみにね、あの男女逆転はね、あの作者様の白高様より、えー、正式な許可を頂い,いた上での上演となりますので、はい、よろしくお願いします。ということで私はか、今更だけど書いてなかったね。まあいいや、ついやそうり書いてなかったね。ということで、うん、じゃあ。 コメントをね、もしね、あの、いただけてるようであれば。うんうん、はい。あの、ツイキャスの方はね、あの、リナチがね、ツイキャスの方でも、どうじゃ、配信中だよーって書いてくれてるので。あ、私も書いていかなくちゃ。あ、ね、お願いします。もし、ひなたちゃんの方でコメントがあれば。うんうんうん、はい。はいはい、えっと、こちらの方、YouTube ですね。えっ、ー、と、ヒロハンが来てくださっております。コンヒナー、コンユキ、と、えー、リアタイでは見られないけど、えー、応援してるねっていうことでね、コメントありがとうございます。 あのー、あアーカイブ、聞いていただけるかなと思うんで、はい、楽しんで聞いてください。はい、ありがとうございます。頑張るね。はい、<laughs> はい。えー、っと、はい。えー、では、クバハンが、コンヒナコンユと、明日病院やから挨拶だけで、ファイトということで、こちらも、あの、ご挨拶を来てくださいました。わざわざね。ありがとうございます。ありがとうございます。アーカイブ、聞いてください。あ,<ー>ありがとうございます。お願いします。 月見に来はが、来いなってことで来てくださってありがとう地震大丈夫だったかなちょっと、台湾の方なんですけど、あの、ああ、そっかそっかそうかそかそか。そうなの。かったよね、今日ね、朝ね。そうなの。ね、でもまあ元気に来てくださってるから大丈夫なんだろう。はい、ということで、まあね、台湾も長いからね、あの、地域によるだろうし。はあ、まあ確かにね。 でもね地震はねまあみんなそうだけど日本もそうだしみんなそうだけど気をつけましょうねはいほんとにね備えろですね備えほんと備えるしかないしあかんときはあかんししょうがないよねはいそうということねみんなあれだよ非常食とかそれとくんだよ私も買ってあるよ水とかねうん大事だよ非常食そうあと懐中電灯とかねうんうんうんね本ほんとそうですはい大事だからねはい で、ね、えー、っと、はい、若月ひなちゃんがコンヒナコンユ吹きということでね、<お>ひな、若ちゃん来てくれてありがとうおーありがとうさいチズリンがこんばんは今回はキャスもあるのか、はい、そう、今回はね、キャスもあるんだよあの、そちらの方もぜひ、聞きやすい方でね、聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。な、は、ん、い、からね、はい、ツイキャスはね、やっぱりちょっとね、うん、あの、通信状況がやっぱりね、ちょっと中って出てるのでね、もしかしたらちょっと聞きづらい可能性が。かもしれない。ありますので。なるほど。ほどうん。 ちょっとプツプツもしかしたら途中で渡しちゃうかもしれないので。もし YouTube で聞けるんだったらその方が安定するかもしれない。うん。っていう感じね。の方が多分綺麗に聞けるかもしれない。です。はい、うん。です。で、えっ、ー、と、熊班がアーカイブ聞く、寝ながらも聞く、ということね。ありがとうございます。<laughs> ます <laughs> 寝落ちしてください。はい。はい、あの、でも気になっちゃう。あまあ今回は短いからね。まあ割と、なんかそこそこで聞けるかもしれないけれども。うんうんうん はい。そうですね。今日はそんなに長い台本ではないのでね。うん。はい。あの、豊かな睡眠のお手伝い。<laughs> <伝>そ,そうそうそう。やらければみたいなね、はいそ。そんな穏やかな話やったかな <laughs> <laughs> まあ、聞いてからのお楽しみ。<laughs> はい、そうですね。<laughs> <laughs> ということで、いつもの感じでございますが、はい、よろしくお願いしまーす、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい っていう感じかしらね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。えー、次安の方はね、あのコメントひなたちゃんがね、また、次キャスはこちらって書いてくださってるので、はい、えっ、ー、と、じゃあそんな感じで、こちらは一段落しているので、じゃあ早速、音ペの方、入っていきましょうか。はい。はい。じゃあ早速、上演前、アナウンスの方、入らさせていただきますので、皆様、どうぞ、えー、お楽しみにということで、はい。 聞いていただければと思います。では演者の皆様もご準備よろしいでしょうか。はい。はい,はい。いはい。マスダブです。はい。では上映前アナウンス入らさせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。ではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。皆様本日はようこそ星野ゆきとのまったり劇場にお越しくださいました。 支配人の星野ひ人です。ただいまより、白鷹様作、おいらん道中いろはうた、外伝、連なる枝に降る涙を上演いたします。最後まで、どうぞごゆっくりお楽しみください。私はね、あんたのことは今までもこれからも大事に思っているよ。<laughs> お母さんがワッチを大切にしてくんなんすは知っておりんす。そのねなんとかならないのかい恋にうつつを抜かして売り役が下がるっていう悪人かん。今回のことは反省しておりんす。ワッチだってあんなクズだとは思っておりませんでした。ん椿は早々に気づいて嫌そうな顔をしていたよ。 そこで椿を引き合いに出すのはちょっと違うんじゃありませんかだいたい椿はレンタルをしか目に入らないし、新しい恋を進めてみたってちっともその気にならないんだから、そもそも男嫌いなんでありんすよ。あれじゃ、年季を明けたって早々に老けて口うるさいだけのクソババアになるくらいしか道はありんせんよ。あ,あ、動画用事体系のクソババアって最悪でありんすな。悪口に年季が入ってるね。 おやま。桜が内緒を呼び出すとは、こりゃまた面白いものを未練した。ぼたん姉さん。お母さんも、椿が檻のように仕事をして稼ぐんで、怒る相手がいないんでありんすよ。そんで、暇を持て余してわっちを呼び出して、昼間から説教でありんす。違うね。あんまり、桜を叱らんといてやってくんなんし。 あたしゃヒさく桜にやつ当たりしてるんじゃないよ。マブがいなけりゃ、女郎は闇。恋をして、桜は輝きを増しておりんす。悪いことばかりじゃありんせんや違うって言ってんのに。本当にお前は優しいね。払いが足りんかったんでありんしょ。 借りたくの一件があったにしろちょいと目を離すとすーぐ男を追いかけるさくらの愛らしい一面じゃござんせんかあんたの頭にも花が咲いてるねさくらの今月の返済金ほんの少し手伝いんすよ十両さくらの帳簿からさっぴいてやってくんなんしあそんな ボタン姉さん、それはダメだ、アリンス。そんなことしたら、他のオいらんたちにだって示しがつかん。お前のマイルを資金として付けておこうかね、ボタン。万党に寄金したよ。バッチの借金。そろそろ、終わりを迎えるんじゃないか、と。えもう、間もなく。 年季を心置きなく迎えられんすな。ば、万等の手違いだろそんなはずが。そろそろ、起きちゃえの挨拶を始めようと思って確認に来たんでありんすよ。ぼたん姉さん、いなくなっちゃうの寂しい。桜はまだまだ若いでありんすからな。 今のうちにたっぷり稼いでおけば存外早く年季明けを迎えられるかもしれんせんよ。年季明けで出たって行く先もありんせんのに。さくらは可愛らしい。心配せんでも年季明けの方向先は引く手あまたでありんすよ。本当にそう思いんすか 甘いんす。ボタン姉さんにそう言われると、本当にそう思えるから、不思議でありんすな。ああ、そうだ。お母さん、何やらお客人が来ておりんして。客あたしにかいお母さんというよりは、店にでありんしょうか。うーん、で わっちもお母さんに話したいことがあったんで、若手に頼んで客間に案内して、待ってもらっとりゃんした。お前は勝手にそういうことをする。うっかりお伝えするんを忘れておりんした。忘れてたって、時にボタン。なんでありんしゃ店のこと客人、どっちが大事だと思う <laughs> 客なんぞ。待たせてなんぼでありんす。根っからの女郎キスだね。お母さんの育成の賜物でありんすとにかく、あんたの年季明けのことはゲンさんに確認してから答えるよ。客間だったかね。あんたたちはさっさと夜店の準備をしな。大変お待たせして申し訳ございませんでした。 うちの看板が余計にお待たせしたようで火事があったんですかえああ、い,いえ失礼いたしました。中野町で随分と噂になっていたので気になりましてね。うん、ありましたよ。つまる恨みが災害を呼んだのか、はたまたいずれかの陰謀か、陰果なことにこの桜町ラだけね、燃えたんです。やはりそうでしたか。 建屋が随分新しいので、もしやと思ったんですが、さぞ大変だったでしょう。改めまして、この和歌山遊郭の総な主、花女将の律と申します。私は、江戸にある小さな棚で奉公させていただいております。一世と申します。奉公天使というわけじゃないんだね。それにしては随分としたてのいい着物をお召しになっていらっしゃいますね。 いい賃金をもらっています。それぞ何のご用件でしょうか妹、迎えに来ました。こちらが、お神からいただいた受け承諾文言となります。妹妹って一体どの女だい幼名、ミナ。茶屋で確認しました。現地名は、サクラというはずです。先だっての火事で焼け死んでいなければ。 桜の、失礼ですが、出張どちらで、ね、疑っておいでですか仕方ありませんね。こんなご時世、門分かしも多いでしょう。山城の国近くの墓地、村に名はありません。その妹の年齢は私とは二つ離れていますから、今年で十九になっているはずです。間違いありませんね。ちょいと失礼生きているんですね。 そこのお前、桜を呼んでおいてさっきまで内緒に行ったから、もしかしたらまだいるかもしれない、はあ。9年ぶりです。どのくらい美しくなったか想像もしません。どうしてうちらと分かったんです調べたんですよ。こうか不幸か、うちの村には世間がよく出入りしててね。その度に娘が消えた。近辺を根、ね、城、ね、にしているゲ泉の親方がいたんですね。 それで、皆の行き先を調べることができました。そんなに細かく管理されているものなんですね。私は下前側の情報に合うとくてね。子は売れる。だから産む。なんて、ひどい村でしたよ。豊穣な土地だから、村人は真面目に畑を耕していましたがね。いかんせん子が多くて、全員が食っていくには食いぶちが足りない。学のない者たちのたどり着く方には、 限りりがあずいぶんと苦労をされたんですね。力の及ばないクソガキが妹だけはみんなだけは守れるなんて、慢心していた時期がありましたよ。子供にできることなんて、かが知れています。理想論を言うなら、大人が子供を守ってィるべき。ですからね。<laughs> 老ーのオカから そんな言葉を聞けるとは思いませんでしたよ。あらまあ、耳が痛いことをさらりとおっしゃいますね。世間の根城に行って、行き先を聞いて、いつか必ず連れ戻す、と、必死に方法を探りました。それで親元落石を知ったと。参りましたね。桜は稼ぐ女です。親元落石で採算が取れない。ですが、断る権利は持ち合わせていないでしょう。 <laughs> 塩も改めさせていただきましたが、嘘偽りはなさそうですからね。花 <laughs> らにするまでに、おそらく随分と費用がかいったとはお察しはしますが、大切な妹をいつまでもこんなところにいさせたくはないのでね。勘弁してくださいよ。お母さん、桜でありんす。お呼びのことで参りんした。ミナ 私だよ。ヒロ兄ちゃんだ。ずいぶん成長して大人っぽくなったな。みんな、それに、とんでもない美人さんや。お、兄ちゃんヒロ、兄ちゃんそうだよ。ヒロ兄ちゃんだ。覚えてるか丸二日かけて島原まで秋きねえに会いに行ったの。ヒロ兄ちゃんえ、なんで和歌山にいるの 女を買いに来たの <laughs> なんだそれ。違うよ。みな、お前を迎えに来たんや。迎ええ,これえいつまでもお前をこんな場所に置いておきたくはない。だから迎えに来たんや。ふぅ、大山と落石だよ。 一世様でしたかね。桜の食金の額を調べてまいります。このまま少々お待ちください。ひろ兄ちゃんだ。お兄ちゃん。もう一度会えるなんて思ってなかった。迎えに来たよ。ようやく。苦労させてすまなかったね、みんな。秋姉は、ね引かれて、ちゃんとお武家さんのところに行ったんだよね。道姉は まだ新町にいるのまさには元気にしてる夏は朝はあーつの病気は良くなったおいおい、質問ばっかりだな。勘弁してくれよ。全員の居場所まではさすがにわからない。そっか。でも、お兄ちゃんに会えたのは、すごく嬉しい。会ってすぐに泥臭い話でも済まないんだけどな、みな。 うん、何お前、手元にいくら溜め込んでる。えああ、いいや。金をせびりに来たわけじゃないぞ。ん、ん、じゃあ。親元落石っていうのはな、女性制度とはいえ、老格が付けた利子を全額免除するというだけで、元金は払わないといけないんだ。うん。高校先の親方に頼んで。 なんとか15両は準備できたんだ。けど、もしそれを上回ったら、いくら親元でも落石はできない。親元、落石どうしたあ、話には聞いたことはあるけど、けど、まさかそんな話が本当にあると思ってなかったし、自分がそうなるとも思っていなかったから、だから。戸惑っている。 うん、正直。そうだろうな。親父やお袋はそんなものを望んじゃいないし、売った子供の数すら覚えちゃいないだろうしな。お父ちゃんとお母ちゃんは相変わらずさ。親父は酒を飲んだくれちゃ、酔っ払ってお袋に覆いかぶさっちゃ、こをはらませる。お袋はとうに歯も抜けて、体もガタガタだってのによ。それしかないからな。 お兄ちゃんの方の傷、残っちゃったんだね。ああ。これは今でも思い出すと、じくじくと熱を帯びる。でも、お兄ちゃんが守ってくれなかったら、うちは父ちゃんに侵されてた。兄弟の中でも特別美人やったからな、皆は。酔っ払った父ちゃんが変な気を起こすのもわからないでもないけどな。うん、うちの手元にあるのは、 50両くらい。だいたい、三月くらいの借金支払いを念頭に手元に置いてたから。けど、お兄ちゃん、落石なんかして、うちのことどうするの小さな小物、小物んやなんやけどな。親方が、蔵前に出す店、棚の、の連けをしてくれてさ、近々祝言曲げるんやけど、どうしても妹を迎えに行きたいって言うたら、一緒に暮らそうって言ってくれた。 え新婚さんのところにお邪魔するのあいや、それは、ちょっと、うん、不思議な気がするんだけど。みなと同い年の人でね、よしのって言うんやけど、気立てがいいんや。きっと気が合うよ。ええー。何よりミナ、お前を守れなかった償いをさせてほしいんや。それを言ったら、他の兄弟だって全部売られちゃったのに。 一人ずつ迎えに行くよ。必ず探し出して、みんなで一緒に暮らしたいんや。みナも手伝ってほしい。あの、ちょっと、まだ、時間沸かなくて、その。ゆっくりと受け入れてくれればいい。お兄ちゃんと一緒に来てくれるな。あの、 うお待たせいたしました。今、帳簿調べてきましたね。ラは比較的真面目に返済する子でしたからね。元金は18両です。あの、お母さん親元落石に稲を唱えることはできないからね。本当に、ここから出られるんでありんすか今、五右衛門会所に黄門切手を一枚、発行手続きをしてもらってる。 よかったじゃないかこんな運送幸運そうそうあることじゃない幸運なのかな急なことに心は追いつかないかもしれないけどねさくら変革変貌というのはいつもすぐそばにあるものだお母さんでもわっちは外に出るのが怖いんだねうん あんたは備え筋としてよく働いた。遅く筋じゃないから、比較的や安泰とした暮らしで楽をしていたかもしれない。ここで慣れた生活が一変するのは恐ろしいかもしれないけど、まだ熟で町民として生きていけるなら、それに越したことはないんだよ。心配しなくても、遊学の外に地味猛猟なんていやしないよい。さすがにそんなことは思っていないよ、お兄ちゃん。 一緒に行こう、みんな。親元落石か親のいないわっちには縁もゆかりもない話でござんすうらやましいかいわっちはここでこうやって暮らすんが勝負にあっておりんすからな 羨ましいとは思いんせん。あんたはそうだろうね。けんど、なんぞ胸にぽっかりと穴が開いたような気持ちになりんす。自分の妹でもないもんを、あんたはかいがっていたからね。<laughs> それより、老格は大丈夫なんでありんすか そりゃあ、おいらん一人失ったからと言って、傾く、傾くようなことはないさす痛手。だったんでありんすな。まあね。考えてごらんよ。桜はまだ十九だよ。年季は残り七年。姉付きの娘で、振り袖ん動すっての係りは、祭り家の、が持ってたから、その損害はないけどね。 花魁の稼ぎは、年間500両から700両。経費に差引かれたとして、100両以上は老格の取り分でござんしょうそうだね。まあ。<laughs> おそんだね。親元落石なんて制度なくならいいのに。どうせそう頻繁にあるわけじゃないし。 そういうものを夢見て、かろうじて首をくくらぬ女郎がおりんすから。希望を奪いとったら女郎はこぞって首をくくるか。自らの子を売る親が、金を払って手続き踏んで迎えに来るなん、夢物語でありんしたのに。 実際に怒ったとあっちゃ、女たちもかかしましくなるだろうよ。心臓たちが騒ぎ出さねばよろしいんすが。親元から売られてまだ間もない子たちもいるからね。しばらくは、騒然とするでありんしょうな。<laughs> ところで、椿は部屋にこもって 泣いておりんす。レンタローに続いてラだからね。生きていればこそまた会えるかもしれないが、寂しいだろうね。突然に親友を失えば、心も闇んすよ。時期を起こすと椿は厄介だからね。四百両もの借金を負って売られた椿には、応えるでありんしょうな。 本来は貧困にあえいでこう売るか、フェラの事故で両親が他界して、イカーてがなく遊郭に売られるか、いずれにしても人買いが多行する世の中に、売った子を買い戻す余裕のある家なんてありゃしない。ちらっと見かけんしたが、優しげな目をした方でござんしたな。品も良くてね。 まあ、のれんわけをしてもらえるほどには優秀だったんだろう。幸せになれるといいでありんすな。自分の妹でもないのに、お前は優しすぎるんだよ。お大臣に引かされるのと違って、客周りへの挨拶もなしでは、あまりに急で。 私も寂しいんでありんすよ。だって、私は幽閣から出ていた女に関しては預かり知らぬことだからね。もうすぐ寄り見せだ。あい。椿にも、化粧をさせんとなりんせんな。頼んだよ。うち、ユナがいることは知っとったけど、初めて見たわ。 はたごには大変、大抵おるよ。まあ、遊郭に比べたら、福笑いに見えるかもしれへんけどな。お兄ちゃん、それはひどいわ。さっきの人、十分。ちょっと待って。何べんもすまん。えー、っと、遠慮せんと言うとってんな。 あ大丈夫や。何より皆には貧相なところを見せたないんよ。